はい、どうも、メヘラウさんです。おはようございます。月曜日ということでですね、まあ、なんとか行ければ行くというような形でございます。はい。で、まあ、ニュースも、まあ、いくつか喋れることはあるんですけども、まあ、昨日ですね、初めての試みで、まあ、お店のですね、まあ、割引、このチャンネル見たら割引できますよっていうのをやって、ちょっと反響があったというか、まあ、その広告自体は1000再生ぐらいいって、ショートとかでね。で、まあ、こんなことできましたって話したら、なんか新しい試みできてよかったですね、みたいなのが来て、おじさん的に、なんかこういうのは、まあ、なんかどんどん開拓していければなと思ってます。具体的に言うと、地元の商店街とか、そういうところでちょっとご飯食べたりして、まあ、実は YouTube やってるんですよっていうところを話して、まあ、もちろん写真撮って動画上げるっていうのは、まあ、変わらずやるんですけども、もし、その、オーナーさんっていうんですかね、店長さんと話ができるんであれば、まあ、そういう、なんですかね、広告出しませんかっていうような話じゃないですけども、YouTube 動画で紹介させてもらえませんかっていうようなことを話して、で、まあ、よかったらドリンク一杯サービスとか、まあ、100円、200円、このチャンネル見たって言ってくれたら、下げますよっていうようなことを言っていただいて、まあ、自分のその、ステッカーですかね。そんなんを、ちょっとまあ、差し入れじゃないですけども、一枚置いていってですね、こんなやってますっていうので、広げていくっていうのは悪くないかなというふうに思っているところでございます。で、まあ、頭の中ですぐできそうなところが2件ぐらいあるんですよね。チャレンジね、できるかどうかわかんないですけども、そういうのを、こう、まあ別に泥臭くっていうようなレベルでもないですけども、おじさん的にはだから自分が、ちょっと行ってなんか話してできそうやったら、そういうのをやってみたいなっていうだけの話なんで、なんていうんですかね、そういうのが少しずつでも、広まっていけばいいなぁとは思ってます。やっぱりこう自分のチャンネルに価値をなんか出していくっていうようなことに対しては、自分は結構すごい敏感というか、まあ自分の子供みたいなもんですから、チャンネルが。なので、なんかそういうようなところで、まあ、馴染みの飲み屋とか、そういうところでですね、まあ話進められたら、なんていうんですかね。いや、見る価値があるチャンネルになるそうじゃないですか。なんとなく。まあ、それをがっつりやってるのはホットペッパーとかなんでしょうけれども、まあ、ホットペッパーとか基本的にね、そのチェーン店であったりとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあ、そんな大掛かりなことをするつもりはないんですけども、自分のその身の回りで、まあ、ちょっとでもこう、仲良くしてくれて、まあ、なんかのきっかけになれば、みたいな。しかもこっちはお金かからないですから、お金かからずにですね、まあ、自分は自分でそのお店の紹介したりとか、まあ、それで、おじさんが何かしたっていう Vlog でこう動画が回ってるわけで別に、そこに対して何ら損することもなくただただおじさんの Vlog なんですけども、まあそれにプラスオンできるようなところもあればいいなっていうところで、なんかそんなものも狙っていけたらなと思ってます。で、個人的にはまあ言うたら動画100万回再生いきます。登録者がじゃあ次1200人いきます。まあなんですかね、ライブ配信の人が増えます、オフ会が増えますっていうのをちっちゃく積み上げていこうと思ってるんですけども、まあ、昨日のその、言うたらオーナーさんと喋って、で、割引していいっすよ、動画見た人には割引ね、みたいな形でやってもらえるっていう、その一つの成功体験を、やるんであれば、じゃあその今までのそのちっちゃい目標プラスオンで、そういうところも狙いながら、言うたらまあ、街ブラじゃないですけども、そうお店入ってですね、なんかそんな交渉をするっていうようなことを、できればなと思ってます。もうだからすでに一つ実績作りっていうのはできたんで、よそでこんなことやってますも言えるような状態になってきてるんで、そういうのをやっていけたら、まあもっとこう、自分のチャンネルに彩りが出るかなと思って、毎回そればっかりやったらちょっとまたあれなんですけども、まあそんなこと毎回できないんでね、まあいろいろなものの変化球だと思うんですけども、そんなんができたら面白いなと思ってます。で、あとは、あれですね、ノーネームさんとちょっと話してたんですけど、サブチャンの方で、もう同じように動画上げてもらってて、今のところサブチャンの中で一番ショート伸びてるんですよね。その割引のやつが。なので、だからそういう、なんていうんですかね、まあ、サブチャンでも上げますと、まあ、だから2チャンネルでそういう形でやらせてもらいますけど、っていうような形の許可の取り方をしたりとか、
なんか許可の取り方についてはちょっとなんか考えないといけないなっていうのはあったんですよ。昨日やり取りしてて。なんですけども、なんかそういうのがちょこちょこちょこっと出てきてですね、なんか誰かに引っかかって一人でも行ってくれたら、こっちとしては広告効果あったと思うし、なんかそういうのが、積み上げていくとですね、おじさんのところにね、おじさんのところにその、なんか紹介してくれっていうのはバンバン来ると思えないですけども、そういうのがあればね、面白いかなというふうには思ってます。っていうところで、なんかまあ、昨日は結構ワクワクした体験だって、ね、それを経て、おじさん自身は、まあ言うたら、自分の Vlog であったりとか、ニュースとかもやってるんだけども、自分のそのチャンネルが、どんどんでかくなっていくにつれて、そういうことも少しずつできるようになってきてるんじゃないかなっていうのを実感できたので、良かったなということと、まあ今後の目標の一つとしてね、まあ別にそんな100件200件紹介しようとは思ってないですけども、まずは1件っていうので、こう、積み上げですよね。で、まあ、その、紹介させてもらっていいですかの和法だって、結局のところ、昨日は結構、まあ、仲良くする場でやってるからできたんであって、まあ、もちろんその、仲良くなった後には、僕のノベルティですね。もう、何枚か渡しますよ、ということで、また今度行く時に渡すんですけども、そんな感じでですね、ノベルティ渡しながら、こう、練り歩くっていうようなことでですね、どんどんこう、動画のネタみたいなのができていったら、まあ、より楽しいし、まあ、おじさんのその成長が見れるかなというところで、はい、まあ、これからちょっと考えてますというところでございます。はい、以上です。